さあ高校スポーツの今年の夏の動きについてまとめて見ていきます、はい、こちらです。県高校総体の代替大会開催に関して35競技が対象となっております、はい、今日現在の県高体連事務局に連絡があったもので見ていきますと、実施すると答えている競技が、体操、バスケ、卓球など35競技中20競技、うん、そして早いところではサッカーが今月の13日から各地区予選を始めるということなんですね、はい、そして連絡がないもしくは検討中の競技が8競技、はい、そして実施しないことが決定している競技がこちらの7競技となっております、はい、また検討中なんですが、バレーボール、ソフトボール、ボクシング、少林寺拳法に関しては検討する方向で今調整をしているという段階です、はい、やっぱちょっとね、やらせてあげたいっていうのはね、気持ちがありますよね、はい、また硬式野球に関しては、県高校総体に代わる大会が春の県大会ということで、はい、そちらは実施しませんが、夏の大会の代わりの大会を今県高野連が、調整している、はい、ということになります、はいはい。さあここまで見て木村さん、選手の気持ちを考えると競技によってある競技、大会がない競技出てきました。いかがですか。そうですね、そしてね、検討中とかまだ決まってない競技っていうのは、選手のこう気持ちからするとなかなかこうメンタル整えられないよなっていうのが心配になるんですよね。気持ちの部分がすごく私たちも心配だなって感じてしまうので、はい、大人たちが、ね、どうやってケアしていくのかっていうのも検討していかなきゃいけない中には入ってくると思うんですよね。そうですね、今月中に事務局に連絡をするということなんですが、今月中にどういうふうに状況が変わっていくかも分かりませんからね、はいはい。まずは実施しないことを決めた陸上を見ていきます、はい。こちら専門部委員長のコメントです。まず安全安心の確保が難しいといったコメントから、選手のことを考えると、思い切ったレースができないのではないか、そして選手だけではないんですね、審判に関する懸念もありまして、はい、大会を開催するとなると120人から130人の審判が必要になる、で高齢化も進んでまして、審判員を集められないんじゃないかという懸念もあるんですね。確かにその審判員、高齢化が進んでるってなると、はい、やっぱりちょっと注意しなきゃいけないっていうのはね、必要ですよね。そうですよね、はい。そして大会がないとこういった問題もあるようです。こちら、はい、大会がないと公認記録がない。で公認記録というのがですね、大学の推薦入試や栄養入試でも使われるもので、3年生まだ今年度大会に出場していないので、はい、この公認記録がない状態なんだそうです。これ競技によってその公認記録が案内で出てきてしまうと、はい、進路にも関わってきますよね。そうなんですね。なので、大学でも陸上を続けたいという推薦や栄養を希望する3年生はまだ部活に残っていて、はい、そういった選手のために来月18日に開催されなかった県春季陸上競技大会を行うことが今決まっています、はい、ここに向けて今3年生は、続ける人は残って練習をしている、はい、そして8月には記録会もあって、ここで、はい、公式記録が、公認記録が、出るということなんですね、はいはい。さあ続いて検討中の柔道を見ていきます、はい、こちらですね、はい。まずは競技の特性上、なかなかこう 密接避けられないというところもあるようなんです。そして、なかなか専門部だけでも決められないというところが話を聞いているとあるようでして、はい、まず代替大会の開催に関しましては、怪我を防止するためにも学校再開時から大会まで1ヶ月以上の練習期間があることが望ましいですよということが示されています、はい。ただ全日本柔道連盟のガイドラインによりますと、今県内の柔道部の練習、基本練習は今日から再開で、マスク着用ですよということなんですね。私たち普段この発声練習するだけでもマスクしてると苦しいじゃないですか、はい、それをやっぱりしながら練習っていうのも厳しいのかなっていうふうに感じてしまいます、なかなか息苦しいですからね。そしてまだ、ようやく今日からこう組み合っての練習がマスク着用でできるということを考えると、はい、なかなか木村さん、大会ってなるとまた時間がかかるのかなという気も、しますよね。慌てて、怪我してしまったらそれこそ、意味がないですからね、はいはい。3年生の部員の望みとしては、来月中旬に国体の県予選が今予定されています、はい。ただ
この予選を実施するのか、はい、そもそも国体もあるの、はい、というところもまだわからないところが多くてですね、はい、今月13日に県柔道連盟が発表する予定で、県内の3年生の部員はまずここをデッドラインとして、はい、ここで一つこの予選もあるかどうかというのが決まってくるということなんです、はい、さあ最後実施することを決めたテニス見ていきます、はいはい、テニスは20日に3年生主体の個人戦のみの大会の実施を決めました、はい、やはりテニスは屋外で選手間の接触も少ない、はい、で3年生になんとかこう引退前に試合をやらせてあげたいという思いからこの大会の実施を踏み切ったということなんですね、はい、でこの実施に向けてはこちら先月中旬アンケートを取ったそうなんです、はい、で3年生の部員男女合わせておよそ70人が参加したいと回答したということなんですが、はい、木村さんこの70人という数字は全3年生の何割ぐらいだと思いますか。全3年生にしては70人少ないですよね。はい、そうなんです。3割とかですか。あ、こちらがですね全3年生の半数ほどということで、アンケートを実施したタイミングですでに活動していない3年生も多かったと。もう引退してしまったと。そうなんです。早めに、はい、あかわいそうにということなんですね、まあ、今募集、受付をしているそうなので、まあ、ここからもしかするとやっぱり出たいという人が増えてくるかもという話はしてましたけれども、ね、はい、まあ、どうなるかちょっとわからないということなんです。そして、はい、対策としてはいろいろ会場に来るすべての人マスク着用、選手も試合以外はマスク着用であったり、はい、観客の間隔を空けるなどいろいろ対策を取っているそうなんですが、まあ、なかなかこの役員の人数も今少ないそうで、はい、その少ない人数で準備を進めていくのが非常に大変という声もありました、はい、大会が実施される競技の3年生に関してはなんとか安全安心が確保された中でベストなプレーができることを期待しています。以上 J スポーツでした。